皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、雲野隆です。えー、今日も私の著書、えー、週刊手帳術の本の解説をしたいと思います。で今日のテーマはですね、まあ、出社時間、退社時間っていうことの中から、まあ、はかどる時間に出社してくださいという、そんな話をしたいというふうに思います。で、あのー、まあ、前々回のところで、 退社時間の話をして、で、まあ、今回こうあ、前回、出社時間の話をしたんですけども、まあ、ちょっと今日はその、えー、出社時間の、えー、もうちょっとこう突っ込んだ話をしたいと思うんですけども、まああのー、前回の動画で、そのまず、間に合うように行きましょう、えー。始め、要は、始業時間に始められるように。 きましょううというそんな話をしたんですけどもただあのどうしてもその間に合うようにとか始業、えー、時間に始められるようにっていう時間にまあ要は言ったってギリギリの時間に間に合うように始められるように来たとしてもやっぱり後ろの就業、えー、時間とかに まあ、きちんと帰れるかどうかっていうのはわからないわけなので、まあ、あの、今日のお話は、その、はかどる時間っていうのを、えー、もうちょっと考えていきましょうという、そんなお話です。で、あの、前回のちょっと、えー、おさらいみたいになるんですけども、まず、その、出社時間を、その、不規則にしないと。要は、その、帰る時間の、 定時というところを、えー、守ろうとするがために出社時間が1時間早くなったり1時間遅くなったり30分遅くなったりとかっていうそういうことをちょっと不規則にするんじゃなくてまずその割り込みとか、えー、仕事の量とかをまず予測をして、まあ、それに対して、えー、出社する時間を、えー、不規則にするっていうことは まあ習慣的な話じゃないので、まあ、あまり好ましくないですねという、そんな話です。で、その、えー、定時で必ず帰れるようにというところで、えー、出社時間をこう前後させるのではなく、えー、出社時間をこうはかどる時間、えー、まあ、あの、 言ったったて朝の時間って、あのこれは基本的には手帳術とか仕事術もそうなんですけども、その朝早いその電話とか、えー、割り込みとか、えー、横やりが入らない時間になるべく早く出社して、でえー、定時で帰れるようにってなると、まあ、あのこのくらいに来るとその間に合う、間に合わないって話じゃなくて、もっと仕事がはかどって、 で、定時に、まあ、間違いなく帰れるという、まあ、そういう時間っていうのが必ずあるはずなので、まあ、割り込みなんかを予測して、で、はかどる時間に、まあ、出社すると。で、そのはかどる時間っていうのも、その、不定期だったりとか、要は、あの法則性がないものじゃなくて、この時間に必ず来て、で、えー、仕事をやってれば、 まあ最後のその終わる時間にまあ多少余裕があって終われるというそういう時間に出社しましょうというそんなお話になります。なのでまあちょっと今日のお話をちょっと整理するとえ間に合う時間とか開始できる時間のギリギリではなくてもっとえはかどる時間をえ予測してえ出社しましょうねというそんな話です。で あのー、ちょっとこういう話をすると、その法律に触れるんじゃないかみたいな話になるのかもしれないんですけども、ただ、あのーまあ、要はコロナとかが、そういうのが、あのー、まあ、うん蔓延してで、あのー、リモートワークみたいなものが始まっている、でまあ、これからどんどんそれが加速していくということになっていくとすると、 ある程度、自分の裁量で仕事をこう、はかどらせるとかっていう、まあそういうことが必要なんじゃないかなというふうに私は思っています。あの、あくまでもそのけ契約する時間っていうのはきっとあると思うんですけども、ただ、えー、それがきちんとこう、守られてるというか、あの、それをこう理、律儀に守っていい、 いることが、えー、必ずしもこう、えー、仕事がはかどるかっていう話ではちょっと私はもうなくなってきてるというふうに思っているので早く始めて早く終わるんだったらまあきちんとその決められた時間がこう7時間なり8時間だったりするとするとそれがこう多少シフトしててもあの結果的にそれほど変わらないもしくはむしろその方が 早く仕事がはかどる、えー、最終的に言うと8時間今までやってたものが7時間になるようなことであれば、まあ、私はそれはやるべきじゃないかなというふうに思います。まあ、あの正しくないって言われれば正しくない拘束、えー、時間が本当はあるはずだ決まった時間っていうのがあるはずだって言われれば確かにそうなんですけどもただ、えー、そんな、えー きちぎちに物事が進んでいるかというと、そんなことはないですし、えー、サービス残業みたいなものが、えー、実際にはある、んあ,あるはず、<laughs> あるはずって言っちゃいけないのかな、あの横行してるということもあり,ありだと思うので、まああの、持ちつ持たれつっていう、そういう考え方をするんだとすると、あのそ,そういうことって、 要ははかどる時間っていうのがあって、で、えー、終わったら終わりとかっていうことを、まあ、今後はしていくべきじゃないかなというふうに私は思ってますと。あの、実際はそうでしたかっていうのは、ちょっとそのちゃんと会社のルールには乗っ取らなければいけないとは思うんですけども、ね、そういう考え方もある、少なくとも、えー、そういう考え方をしていかないと、 通用しないのかなというふうに私は思っていますということです。まあ、ちょっと、あの、うにゃうにゃっていう話になっちゃったかもしれないんですけども、あの、仕事が早く終わるんだったら、うん、どんどん取り入れていくべき方向に進んでいるというふうに私は思っていますということです。ということで、ちょっと、あの、 まとまりがない話だったかもしれないんですけども、えー、今日の動画は以上となります。えー、最後まで、えー、視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。